雪吉美智子爆走ウォーキング人生初チャレンジ 42.195 キロ。皆様おはようございます。雪吉美智子です。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、本当にお仕事で長年お世話になってきました加古川駅から JR の元町駅にかけまして、多分40キロと検索では出てくるんですけど42、3キロあると思いますが、いつかマラソンと同じ 42.195 キロを歩いてみたいなと思っていたので、今日チャレンジしたいと思います。加古川のお世話になっている皆さん、お元気ですか？行きまーす。出発しまーす。はい、このベルデモールさんを通って出発したいと。ベルデモールさんから出発します。はい、人生初の 42.195 キロにチャレンジしてみたいと思います。歩けるかなと多少不安も抱えながらですね、はい、ここからは4倍速でお届けをしております。最初ですね、編集の時、集めた映像が100分ぐらいになっちゃいまして、それだとちょっと見にくいと、実際に歩いた映像を早回しした方が説得力があるのではないかということで4倍速でお届けいたします。この頃は東京オリンピックが竹縄だったわけなんですけれども、この私が1日がかりで歩いた距離をですね、すごいですよね、オリンピック選手って最速今2時間15分で走り抜けていくそうなんです。もう評価だちょーみたいな、すごいな、ほんとすごいですよね。皆さんは加古川の味噌カツご存知ですか？すごく美味しいんですよ。選挙の際は選挙にカツってカツがよく出てくるんですよね。なので全国のいろんなカツを食べるわけなんですけれども、加古川では味噌カツが一品です。ぜひとも召し上がってみてください。味噌カツさんというのを歩いたことがなくて、今日はですね、お味噌を飲むのをセーブしています。というのはいつも3万歩、歩くときには、コンビニだったり、だいたい1時間で元町から、新長田の長田神社のあたりまでで1時間なんですね。でそこから長田から島っていうところがあるんです。島海岸っていうところが、そこまで行くのにだいたい1時間で、片道、2時間を行って、最近は直線コースで昔は行ってたんですけど、やっぱり不便なので帰ってくるようになりまして、朝3万歩を、片道2時間で往復4時間ぐらいのところを早朝に出て行ってくるというコースはあるんですけど、その中だと、まあ、テンポがどの辺にあってるとかっていうのが分かってるんですよね。なんですけど、こうやって長距離歩くときは本当に初めてのところはどこでお手洗い行けるか分からないので、よくセーブを、どこにお手洗いがあるかわからないので、まぶしい水をですね、水分をあまり取らずに、明石まで、一口ずつしか取らずに明石まで行きたいと思います。交差点もよく通ります。行ってきます。決してお水を取らないという意味ではなくて、ガブ飲みをしない、一口ずつ、ちょっと喉が渇いたら潤す程度で歩くということをお伝えしております。ウォーキング中いろんなことに遭遇をいたしますが、消防職員の皆さんの準備体操に遭遇をいたしました。ここが東消防署の前を通過中です。消防士さんが朝の体操をされています。すごい。
基準を守る正しい言葉が消防署の職員の皆さん、こんなことなさってるんですね。今ですね、先ほどの加古川駅から、ほぼ無言ですよね。歩いて見えますかね、西谷の断層とかのあるところを通過中でございます。東加古川も通り過ぎちゃいまして、ビッグボーイとか段差があるのに下にいところ通過中です。私までさっきあの標識では17キロあるって書いてあったので、まだ元町出てから島の近くに会えるぐらい、高取ぐらいまでなのかなと思うんですけど、まだだいぶありそうです。休憩はお手洗いにどうぞで1回行っていただけて、まだしていません。早く歩かないと時間かかるんですけど、休憩を最初でいきたいと思います。あ、しかしも朝電車に乗ってたら日の出だったんですけど、日が出た後にすごい暑いですよね。今日も皆さん熱中症にお気を付けください。では引き続き歩きたいと思います。バイバイ。はい、今ですね、多分ですね、播磨町あたりを通ってるようです。ご覧、あ、なんと目の前で追加通、びっくり。はい、この後方に見えております五重の塔のような建物は円満寺さんという御寺院でございまして、昔東加古川の料亭のオーナーさんがロータリークラブに在籍をしていらっしゃいまして、そのオーナーさんがご一緒にロータリークラブさんのバスツアーで、京都に連れて行っていただいて、泉涌寺だったかな、三寺泉涌寺と、そして京都で芸者遊びをさせていただいた思い出があります。皆さんお元気でいらっしゃいますか。こんなにも元気にお仕事させていただいて、そんな個人情報どうでもいいわというお声もいただくことなく、こうして一歩ずつ一歩ずつ歩いていくわけでございます。雪吉美智子でございます。アラフィフであることも、右足の半月板が全部摘出でないことも、全部ここでは忘れております。イエイ。また後ほど秘技忘れるをご伝授させていただきたいと思いますので、お楽しみに。ちなみにですね、スティーブ・ジョブズさんがウォーキングで会議なさってたって皆さんご存知ですか。この前音楽療法士の先生のところに新しく歌のレッスンを始めたの で先生にウォーキングの話をしていたら、歩くということは右足左足とこう着地をするたびに足がこう地面に接するじゃないですか。その感覚でもって、右脳と左脳をものすごくバランスよく鍛えてくれるという運動なんだそうです。で、海馬とか脳神経を非常に鍛えていきますので、認知症予防などにもいいそうなんですよ。こうしているとひまわりに出会ったり、いろんなとこ行くんです。今加古川から歩いて2時間七山の市のお店のあるイートインコーナーで休憩をしております。これが今日の朝ごはんです。プロテイン。はい、今七山の交差点を通過中です。この辺は昔らしい街並みが残っていますね。私市に入りました。加古川駅前から歩いて私市に入りました。じゃんじゃかじゃん。はい、
私の亡くなった父の里はですね、一応明石で、父方は全部明石と岡山なんですけどね、岡山のサーキットがあるところなんですけどね。この辺りは選挙の際はもう名前をドレンコしながら駆け抜ける一本続く道路なんですね。こうしてゆっくりと、こんなものがあるんだ、あんなものもあるんだと思いながら歩くの初めての体験なんです。ちなみにですね、この全体につけているナレーションなんですけれども、原稿はございません。映像を見ながら思いつきで喋っております。行き当たりばったり。この不燃紙のマスク、おしゃれだと思いません？神戸の三宮のセンター街で売ってるんです。海外からの輸入品で様々な柄がありますよ。なんだか、一日中しているマスクなの でとっても10枚で100円なんですね。で、皆さんと対面でおしゃべりをすることが多いので、出会う方がずっと顔を見つめて目と目を見ながらお話をするわけですから、ちょっと可愛いものをつけていると自分よりも、自分はそんなに見えないわけですから、相手の方が気分いいかなと思って、清水西口のは素敵なのをできるだけ着用するようにしております。キャタピラー三菱さんがあるところを通過中です。キャタピラーの皆さん元気ですか？川田先生の時が亡くなってしまわれて最後の選挙ですが、お世話になりまして、おかげさまで元気にお仕事をさせていただいております。懐かしいです。まさか次回のキャタピラー三菱さんの、こちらの労働組合から立候補された川田先生のウグイス嬢をさせていただいたんですよね。懐かしいです。大体まあお話した通りウォーキング歴が4年ぐらいなんですけど、その間最初はですね、股関節がまず痛くなって、足首のところも靴ずれはしょっちゅうで、ふくらはぎも痛かったんですけど、膝関節もですね、歩くたびにすごく痛かったんですけど、その時にヨガを合わせてずっと絶やすことなくやっていたので、今考えると必ずストレッチのヨガをしてから20キロとか10キロとか歩いていたので、それが非常に体には良かったので、もう2005年に右足の半月板を市議会議員選挙の時に割ってしまいまして、エコノミー症候群でウグイス嬢のやりすぎでですね、連打で選挙に行ってたのもあるし、当時よく飲んでいたので、まあ、体調も不摂生をしていたから、学生時代に部活動でランニングをしていて、その時に一回ひっくり返ったのがまた反対側にひっくり返って割れたりとかして傷んでいたのを割ってしまったんですけど、もう思い出さない限りですね、ヨガのおかげさまだなと思うんですけど、右足の半月板だったのか左足の半月板だったのか、悪かったのがどちらの足だったのかがわからないぐらいです。あ、今マンホールを見つけました。はい、明石のマンホール四五線の街、直径135度、赤石と書いてありますね。こういうね、マンホールね、可愛いですよね。ウォーキング中の楽しみの一つとして、ご当地マンホールを見て歩くという、いろんなデザインがあってですね、ここはペイントはなかったんですけど、この同じマンホールでも市内の中でペイントがしてあるところもあるんですよ。それとか、まあ、いろいろカントリーサインとか標識見たりですね、いろんなものを見ながら歩いております。そうこうしながらですね、着々と歩みを進めているわけなんですが、結構ですね、思ったより加古川から明石間、西明石を越えて明石まで到着をする、その間がですね、長かった。
8年前は移動歳三知事でしょう。そして、4年前は勝谷雅彦さんの、ウグイス嬢をさせていただいてですね、でこの明石も加古川もウグイス嬢やってて、車ではビュン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 通るわけなんですけど、実際歩いてみるとですね、全くと言っていいほど距離感が違います。もう何度このウグイス嬢歴、31年の私が兵庫県内を走ろうと、車で走るのと歩くのはちょっと違います。ちなみに、カナリーがお仕事いただいたことはないのが共産党さんだけなんです。あとは全ての党のお手伝いをさせていただいております。はい、ではまして、こんにちは。今明石の西新町の住宅街にある公園まで歩いてきて、水を500ミリリットル一気に飲み干しました。またこれからウォーキング再開したいと思います。いや、今日も暑いっすよ。これね、もうね、ウグイス嬢って本当に体力勝負なんです。こんな炎天下でも選挙カーに乗って、一応前の座席はクーラーかかってるんですけど、後部座席はあの窓が開けっぱなしで、手を振りながら有権者の皆さんとコミュニケーション取ってるわけなんですね。なのでそれを朝8時から午後2時まで、で午後2時から夜の8時までっていう業務、まあ短くて2交代なんですね。でハードの時は朝8時から夜8時まで、ずっと車乗りっぱなしで、まあ、お昼休憩なんかも取りながらウグイス嬢をやる。でマイクを持ってもうずっと一人シフトの時なんか喋りっぱなしなわけなんですよ。それをカバーしてイメージを良くして、皆さんにいいと思ってもらえるように笑顔で票をゲットして、行かなければならない体育会系コンパニオンと言っても過言ではないようなお仕事なんです。それをですね、私アラビフでございます、これからも継続していくにあたりまして、またスタッフを教育していくにあたりまして、またですね、お客様から発注が来るウグイス嬢さんでいなければならない、そのために歩いているわけでございます。お客様は神様です。日夜皆様のためにこのようにコツコツと頑張らせていただいております。皆様が大好きです。てなことを言いながら歩いて歩いて行ってまいりました。明石の上野が、明石焼の出雲さん、これあの亡くなった父が大好きだったところで、明石焼ね、一回火事になってね、屋根が綺麗になってますけど、これから これウリタコ運動のタの運動の商店街を、はい、ウォンタナ商店街をザーッとですね、ザーッと、はい、タコがあります、いろんなお魚あります、そして大好きな平店があって、明石焼きのお店があって、昔からあるお店もあるんですけどね、新しくできたお店も結構たくさんありました。この明石は小学校の時におばあちゃん家がこの南川の本町通り商店街にございまして、初めて雪吉美智子がお金を払って一人で電車に乗ってきたのがこの明石でございます。第二の地元みたいな感じですね。タコをいただいてつまみ食いもさせていただきながら、テク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 ウォンタナ商店街をぶっちぎりで通り抜けております。4倍速でお楽しみください。はい、ウォンタナ、ウオノタナと書きますが、地元の皆様ウォンタナと呼んでいます。はい、そして弁天町通りからこの本町通り商店街の、端っこをですね通り抜けますと、目の前にたこ焼きの明石焼きの木村屋さんがありまして、すごいこの日も人が並んでおりました。
ここのですね、なんといっても明石焼きも美味しいんですけれども、おでんの中に大きなタコの足が一本ドボーンと入ってるんですよね。それをぜひとも明石の明石焼きの木村屋さんに来た時にはその一本食べなきゃもったいない、食べてみてくださいということなんです。そしてそのすぐそばはですね、こうした漁港になっておりまして、漁船がたくさん溜まっております。昼雨ですね、明石は。最近の明石は本当に良くなりましたよね。やっと神戸の、まあ、中区三宮や元町もですね、今変わろうとしていますけれども、明石は子供が増加している、人口が増加している兵庫県内の稀な地域の一つに含まれているんですよ。やっぱり31年間ウグイス嬢やっていますとですね、同じ地域の同じ先生を5回目とか6回目とか応援させていただくんですよ。そうするとですね、その町の議会、そして市役所、市長さん、どれだけお仕事ができる方なのか、どうなのかっていうことがですね、やっぱり30年とか生き続けると町の変わりようでバレてしまうんですね。あー、耳が痛い。それでもですね、日本人っていうのは政治とお金の教育を抜かれているっていうのがありますけれども、だから政治家の先生方を批判ばかりされるんですよね。でも他人任せで良くなるってことは、まあ普通はないでしょうと、有権者の皆さんがその一票でですね、この人はいい、この人はダメっていう時に、その選挙で投票をこの人にはしない、この人がいい、そう思ったら投票する、そういう意思表示を投票率 100% でしない限り、日本は良くならないんですよ。ここで地域の先生方がどれだけ頑張っていらっしゃるか、プライベートも関係のないくらい働いておられることを特筆しておきたいと思います。はい、どんどん明石の、だいたい市役所の北側の道を通り抜けましてですね、この海沿いの道へ入ろうとしております。四五線の町明石ですね。天文科学館もあります。はい、このモニュメントです。元町が今までの最高距離で、今日が初チャレンジなんですけども、歩いている途中で休憩とかするじゃないですか。その時にですね、朝起きて今ここまで歩いてきたと思うから疲れるんです、人間って本当に。なので朝起きてここまで歩いてきたことを全部忘れて、今生まれたかのように今ここから始まるということができるようになってから、リミッターが外れてきたような気がしますね。海、いやーすごい。これをね、人間が作るんですか。すごいですよね。釣りの人がいるんであんまり大きい声出せないですけど、いやー、釣りの人がいっぱい来てますね。淡路島です。ちょっと明石海峡大橋でございます。すごいですよね。
42.195 キロを目指して、この日はですね、歩きながら YouTube で皆様にご紹介をさせていただこうと思いまして、しゃべるもうよくしゃべる、歩きながらしゃべるはもうすごくしゃべりましたね、本当に。はい、ウグイス城やっていますと、桃太郎とかパレードっていうのがあるんですけど、拡声器を持って歩きながら喋るんですね。その時は、まあ、声を張っていい声をお届けしなければいけないと思って息はーはーいいんですけれども、この日のウォーキングは、まあ、ひそひそと、会話をしながら皆さんと、おしゃべりしながら歩いているような空気なので、いくらでも喋れる。どれだけ元気なんですか。ウェアもこの日2着目のカッパの、メンズの、ブルーの T シャツを着ております。これすごく可愛くて気に入ってます。やっぱりですね、松林とか海とか山とか、そういう自然の中を歩くのとアスファルトの中を歩くのと、本当に不思議なんですけど、翌日体の疲れの取れが全く違います。これは本当に全くと言っていいほど違うんですよ。なんて言うんですよかね、あの抜けてる、何かが抜けてる感が、やっぱり大自然の中を歩くとすごいですよね。あの、まあ、ボイストレーニングを教えてくださっていた先生が、自然や海や山を本当に綺麗だと思って無心になる瞬間ってあるじゃないですか。その気持ちがあるだけでも、あのいろんな体のデトックスになるということをおっしゃっていましたよ。ウォーキングを始めた時はこんなに歩けるようになるとは思っていなくてですね、例えば岡本とか明石のラバの、あのホットヨガをやっていたわけなんですが、その教室から1時間2時間できるだけ2時間ヨガをとって、え、体の姿勢をしっかりと矯正をしてから、そのやった教室から歩いて帰ってくると。でなおかつその途中に、ジャンカラとかカラオケボックスがあれば、あのボイストレーニングをやって帰ってくるということをやっておりました。こちら歴史にも名だたる朝霧川の一番最下流でございます。明石海峡大橋の目の前にありますが、ここ見晴らしが最高なんですよね。夜は、海の方を見る夜景もありますけれども、山並みに沿ってキラ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 とダイヤモンドのように、街の輝きが広がっているという素晴らしい場所です。そしてここお風呂なんですよ。ここのお風呂からですね、露天風呂からすっぱだかで明石海峡大橋が見ることができるんです。はい、ガストで休憩中。いつもガストではコップを右手と左手に1個ずつ持って、トロピカルアイスティーを2杯持って帰ってきます。そして2杯を一気飲みするのが私の趣味でございます。海峡大橋の橋の手元に来ました。加古川から元町まで40キロだと思っていたら、この時点で32キロ歩いていることが判明をいたしまして、今日の私の目標はですね、世界のマラソン選手の走る 42.195 キロを、ウォーキングで歩き抜いてみる。元町から妻から元町に帰ってきて約3万歩なんですけれども、それでまあ20キロかですね、あのその距離の倍ですね、 42.195 キロ、世界のランナーと同じ距離を歩いてみる、自分の足でというのが今日の目標でございますので、あとここから10キロ行くと多分タルミカスマぐらいで、それを超えてしまうんですよ。元町まで帰ると多分50キロ、50何キロ行っちゃうので、今日も仕事がありましてですね、目的を達成したらそこから電車に乗って帰る予定でおりますが、超綺麗、すごい、すごいね、ラメですね、ラメのドレスみたいですよね、綺麗、キラ
キラさ、スパンコールのドレスとか、淡いグラデーションとか、そういうのが生まれたのはこういう自然の美からなんじゃないかなと思います。最高やん。はい、この海沿いには異常閣という異人館の一区が建ててあります、この海にそびえる異常閣、本当に美しいんですよね。中も観覧できますので、お近くに参りましたらぜひともご覧ください。このように海沿いに公園が広がっております。何度見てもいつ見ても美しい明石海峡大橋でございます。休憩の時は景色のいい場所を選んで、木陰を選んで休むんですけども、はい、スマイルだいぶ歩いてるんですけれども、とっても気持ちがよくて、風がバーッと吹いてくるともうそれだけで疲れが吹っ飛んでしまうんですよね。ゆっくりと休憩を取りながらまたウォーキング再開です。マリンピア神戸なのです。はい、アウトレットモールですね。いつもはですね、このアウトレットモールで思いっきり遊んでいくんですけど、洋服ももうね、着てない服もあるぐらいコロナでね、ここ入っちゃうとちょっと時間が足りなくなっちゃうので、今日は外から眺めながら行きたいと思います。こちらのアウトレットモール大好きなんですよね。特によく行くのがスポーツウェアを買いに行きますね。本当にお安くなっていて、一日中時間が潰せる楽しいところなんですけれども、今日はここを素通りしていきたいと思います。コロナなんで買った洋服もイベントが中止になって、なかなか着て出る機会が減りましたよね。アパレル業界の皆さんも本当に大変だと思いますが、頑張ってください。このアウトレットモール、海を見ながらゆっくり家族連れでくつろげて、コロナでなければいろんなイベントをやっている素晴らしいアウトレットモールさんで、はい、こちらでプーマの長袖の T シャツに着替えました。蛍光色のウェアよくあるんですけどもね、車に引かれなくて、ちょっと夕暮れなんかもこの派手なウェア着てると反射板になって助かります。この頃になりますとですね、40キロを目指して、微妙に調整をしながら歩いているわけなんですけれども、だいたいタルミカマスマぐらいでちょうどぐらいかなと思いながら、タルミに到着いたしました。はい、タルミの海神社を越えまして、こちら漁業協同組合のある場所を通らせていただいております。
はい、このゴミ処理場のあるですね、海浜公園にはテニスコートやサッカー場など、広い芝生の公園なんかもありまして、噴水もありますよ。とってもくつろぐにはいいところなんですけれども、夕暮れ時などあまり女性一人で、この辺を通るのはおすすめはできませんので気をつけてください。でもとっても家族連れでですね、小さいボールなんかを持って走り回るには素晴らしく気持ちのいいところでございます。着々とですね、歩きながらですね、すれ違いざまの自転車の方が大きな声で歌の練習をしながら通ったりですね、ウォーキングをしていると、ランナーの方とすれ違ったり、面白いこと、普段見られないことがいっぱい、この速度だからこそ見ることができるんですよね。ほら、幸吉美智子まだ喋ってるの一人で、本当レポートしようと思って皆様に、よく喋るわね、あなた口から生まれたんじゃないの。ちゅもうですね、何のお話を伝えようとしていたのか、すでにこうしてナレーションをつけている私にはよくわからない。とにかく喋ってるんです、いろんなこと。もっと雑談どれだけ得意か、もう時間があったらもう朝まで喋ってますよ私ね。えかと思うと、じーっと黙りたい気分の時もあるんですね。女心と秋の空と言いますが、この日は真夏の炎天下、頑張って歩いております。これは公園の中に、ちょっと進路を変えました。アスファルトばっかり歩いてるのもどうだかなという話で、グリーンの中を歩いてみようと思っておりますが、結構小虫がプン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 飛んできてですね、蜘蛛の巣を巻いたりしてですね、どうなのかなと思いながら一生懸命何かをリポートしております。全部4倍速でお届けしております。本当に自分で見ててもこの人元気だなと思いますよね。よく歩く。あら、もう 58,419 歩歩いております。いつもより多めに歩いております。快調だなと思ったら、もう 42.195 キロ超えていましたので、この日はこれで目標達成ということで、スマ海岸から帰るところでございます。 42.5 キロ超えてきたので、ここから電車で帰ります。ボイスカードです。海風が気持ちいいです。皆様ご覧いただきまして誠にありがとうございました。ご覧の通り 44.22 キロ爆走しました。